第二次世界大戦後の復興期を迎えた、フランス北西部の都市カーン近郊の村ビュロンの後継、ナチスドイツ軍の占領下にあったカーン一帯がチャーンウッド作戦によって解放された数日後の1944年7月18日、最低限の生活物資を携えた一家族が戦火をかぶって住める状態で亡くなった村へと戻っていく。村は、 あらゆる面で、機能の立て直しが図られ、人々の日々の営みが再び始まる。戦後復興期とは、戦後の経済、社会等の復興の時期を意味する。日本では、特に、太平洋戦争後の復興期を指す。どのような戦いであれ、終戦を迎えた地域は、多くの場合、戦後混乱期に陥ることを避けられないが、そのような厳しい状況下で復興を図り、 結果的に果たせた場合に、その時代を指して、戦後復興期と呼ぶようになる。ひるがえって言えば、復興を図って果たせずに終わる、戦後や、正常的あるいは政策上、復興の機会さえ得られずに終わる、戦後も、世界史上に珍しいものではない。また、復興に期待を込めて、当事者たちが、自らの時代をその名で呼ぶこともあるが、時代人の願う通りに、 戦後復興期を歴史に刻み込めるかどうかはその後の結果を確かめるまでわからない。このように図られた戦後復興の中で第二次世界大戦後の日本のそれは西ドイツの経済の奇跡と並び最も成功した例として世界的に有名である。戦後復興期とその後の高度経済成長期を実現させた。 日本のそれは奇跡の復興とも呼ばれて注目され、多くは称賛され、時に他国が手本とするものであった。第二次世界大戦後の日本における戦後復興期は、大戦で敗北し、軍の影響力が大きかった民主制国家からそれを排した民主制国家に生まれ変わった直後の戦後混乱期の困難な時代を経て、その後に続く時期である。 具体的には、朝鮮戦争による特殊景気を機械に混乱から脱出する1950年頃から1954年の高度成長期が始まる頃までの期間となる。時の首相は、その時期の大部分を吉田茂が占めた。そして1956年には、国民所得が第二次世界大戦の太平洋戦争前の、 最高水準である1940年レベルに達し、戦後復興は一定の成果を得ることができた。したがって、第二次世界大戦後の日本における本格的な戦後、復興期は、一般的に、朝鮮戦争が開戦した1950年6月25日から1954年11月30日までの期間を指す。ありがとうございます。